皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは購入品開封紹介の第9回目ですね。そしてその中身は、映画ということになるんですけども、サムネイルにね、どう書いてるかなというところなんですが、まあ、映画雑誌、過去年代ものみたいなことをね書いてるかもしれませんけども、ある、作品をね、についてちょっとこうどうしても自分の中ではこう、好きで集めてるものがありまして、で、この雑誌もですね、なかなか、1960年代なのかな、50年代60年代に出て、それ以降は多分もう出てない、刊行されてない雑誌だと思うんですよ。で、例えば、スクリーンとかロードショー、それから映画の友ですね、まあそういったものよりも見つかりにくいものかなというとこなん で、それにある記事が載っているということで、それをねちょっと意識的に購入したとこなんですけどね。じゃあちょっと開けますね。はい、反対面はね、もう宛名等が書いてますんでね。よいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっと中もどんな感じか見つつ出しますね。ちょっと待ってくださいね。あ、多分これで、これだけっぽいですね。はい、よいしょ。そうですね、ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫ですね。じゃあちょっとカメラをね、下に向けますね。よいしょ。はい。こちらなんですけど、はい、ドンと。ということですね。映画ストーリーという雑誌なんですね。はい。で、これが、開けましょうか。また開けるのが、きちっと封をしてくださってるんで、まあ最近はもう映画雑誌っていうとね、もうだいぶ見なくなりましたよね。スクリーンも出てますけど、ものすごくなんか薄っぺらくなっちゃったし、でロードショーは、もうね休刊というか、はい、休刊でいいのかな、一応なくなっちゃいましたしね。だから映画雑誌って言われるとなかなか今はもう難しい時代になってるんだろうなっていうことをすごく感じますね。はい。さて、映画ストーリーですね。あ、ちょっと画面揺れましたけども、はい。でこちらがですね、映画、書いてますね、映画、音楽、ステージ、テレビの総合娯楽雑誌というふうになってまして、1966年の1月ですね。で、特集としてはヘルプということで、あのビートルズの映画を特集されたものということになっているようなんですが、あの別にビートルズはね好きなんですけど、そこまでそのビートルズに対しての熱心さということで買ってるわけじゃないんです。はい。じゃあちょっと何かなというのを見ていただければと思うんですけど、ちなみにこれがどこだったのかな、これはどこと書いてないのかな。これは出版社としてはどちらになるんでしょうかね。すいません、そういうのがパッと今わかんないんですけど、はい。で、ちなみにこの広告が好きなんですよ。とにかくね、この当時の、特にこの60年代50年代の、ね、映画広告が好きで、この色がね、印刷の色がたまらなく好きなんです。グレートレースもね、面白い映画なんで、ぜひね、ご覧になってくださいね。ちなみに、載ってますね。私はまあ、神戸の人間ですので、まあね、関西人間ですので、神戸国際松竹ですね。これは今でも、まあ、もう名前変わってしまいましたけどね。はい、一応、なんていうんですかね。まあ、流れが残った場所っていうようなところではありますけどね。さて、開けますと。はい、まあ、あ、ドクトルジュバゴ来ましたね。オマーシャリフですね。こういう広告がね、いいんですよ。そしてこれね、メリーポピンズ。これもリバイバルじゃなくて、多分公開当時ですもんね。はい。
うん、これもぜひご覧になってくださいね。アニメと実写の融合というところではね、本当によくできた素敵な映画ですね。で、あとは華麗な劇場、これもね、父にね教えてもらった、これも名作でしたね。チャールトン・ヘストンがミケランジェロを演じるというね、はい。で、ここからずっとこう、おそらくビートルズのヘルプの特集があるようですね。多分これビートルズファンの方からするとかなりのものなんだろうなと思うんですけど、すいません、そこはほぼ語れません。まあ前にねご紹介したあの、ぜひ見ていただきたい映画紹介というのもありますので、そちらもご覧になっていただきたいんですが、こちらでバックビートというね映画のことをご紹介しました。ひょっとしたらそのこともどっかに載ってるのかもしれませんね。あのサトクリフさんの話がねずっとあって、でここからはまあ通常の紹介ですかね。あ、アン・マーグレットさんも日本に来たんですね。まあ、1960年代中盤のこのセクシー女優さんというところでは、この方がやっぱ一時代だったと思いますね。はい。ヘストンが2作続いてますね。あ、この方ちなみにダイアン・シレントさんという方ですけど、ショーン・コネリーの奥さんですね。元奥さんですね。はい。で、ずっと来て、おー、これもいいですね。黄金の7人の1作目の、広告ですね。はい。名作ですよ。ぜひご覧になってください。さて、じゃあ私が何を特にね、気になってこれ入手したいなと思ったかなんですけども、はい。実はね、ここなんですよ。ここはね、その商品のところのページに出てたんですよ。ここです。じゃじゃんと。下から、ナックという映画ですね。音楽がおしゃれですね。それからビリー。そして、何かいいことないか、子猫ちゃんときまして、ここですね。これですよ。ちょっとシャリシャリ音が鳴ってますかね。ちょっと待ってくださいね。どうすれば見やすいですか。ちょっとカメラをね、動かしましょうか。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。このあたりもね、すいません。もう、お付き合いいただけたらというところなんですが、ちょっとね、こう見開きなんで分かりづらいですけど、ここですね。007第4作、サンダーボール作戦の広告が載ってるわけですね。はい。どうですかね。これね、各出版社ですね、によって、こういった広告もやっぱり異なってるんですよ。で、実はこのサンダーボール作戦の時も何種類かあります。で、これはね、持ってなかったんですよ。で、これが有名ですよね。このイラストね。レコードのジャケットにも、シングル版のジャケットにも使われましたけどもね。そのもとに、こういったショーン・コネリーと007ね。これでもう一目瞭然ですからね。はい、拡大されたスクリーンとご機嫌な新兵器、公開迫るボンドシリーズ第4弾となってますね。はい。っていうね。これがね、また007の映画広告特集というのもね、しようとは思っておりますので、またそちらもね、お付き合いいただけたらと思います。はい。で、ちょっと、話としてね、面白いところをね、一つ入れましょうかね。ここですね、思いがけずこの記事が載ってたんで、よいしょ、ちょっと待ってよ。よいしょ。ここです。これ。ショーン・コネリー、アズ・エージェント007になってますね。このアズなんですね。英語に詳しいわけじゃないのでなんですけども、その欧米の方からするとこれがアズなのかイズなのかではかなり違うそうですね。で、ショーン・コネリーがもうこのボンド映画に対して、だいぶちょっとこうね、まあ、役が定着しすぎてしまって、まあ、役の固定化といいましょうか、自分はもうボンドとしてしか評価されない、見られないということに嫌気がさしてしまっている、頃なんですよね。結果この次の二度死ぬで引退するわけですけど、一旦ね。で、その時に、このイズとアズですを揉めたという話を聞きましたね。イズというのはもう、ショーン・コネリーはもうボンドなんだって、もうそのまま言う。アズというのは何々としてでしたっけね。というような、ちょっとこう、イズよりも若干ぼやっとした印象になるようでして、まだアズの方がいいということがあるようですね。なので、その表記も、確か今は、
007全て皆さんアズとなってるんじゃないでしょうかね。はい、という一つね、まあここはアズになってるんで、まあそのあたりもどのような流れでここがアズになってるのか分かりませんけどね、本国ユナイトの方から何がしかの指示があってこうしたのかなというところもありますけどもね、まあなかなか面白い話なんですよ。はい、ということですね。はい、というわけで今回広告でいいなと思ったのはこの黄金の7人と、それからこれですね、メリーポピンズ、これすごくいいですね。ちょうどこのアニメーションになる部分の絵もね載ってるので非常にいいんじゃないでしょうかね。であとはこの裏面のグレートレースですね。まあ記事の方はねまたしっかり読んだら、この当時にしか書かれていないいろんな裏話も載ってて面白いのかなと思いますけどもね、はい、またご覧になって、いただければなと思います。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。